全国1万5000人の GoPro 実況チャンネルファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。さあ、どういう人がこの動画を見てるかなんやけど、どういう人がこの動画を見てるかなんやけど、スカイラインを見たくて見てるんかな。車載動画を撮るにあたって、やっぱりその自分なりのこだわり点ってなんか持たれた方がいいのかななんて思います。何を見せたいかやね。めっちゃ自転車見るやんこっちを。そりゃそうか、南海バスみたいなキーってなって、電車かよって、何の電車来たんやって思われてるんかもしれんけど、ブレーキ音キーキーうるさいのは壊れてるわけでもないし、ブレーキが摩耗してインジケーターが当たってるわけでもないです。はい、それよく言われたんやな、ブレーキパッド減ってますよみたいな。なんでキーキーなってますやみたいな、そんなわけないやろって。で、なんかこだわりを持ってその撮影する方がいいよって、何を見せたいかっていうことでね、いろんな見せたいところって車載動画撮るんやったらあると思うんですけど、運転している姿を見てくれっていう人は、こう外の景色とかそんなんよりは自分に向けてこう撮ることが多いと思うんですよね。それはちょっと俺あんまりせえへんので、ちょっと今回は除外として、その車の雰囲気を見せたいとか、音を聞かせたいとか、あとはこの前面のね運転してる景色を見せたい。その運転してる景色を見せるにしても、車内が入っての景色なのか単なる外の景色なのか、これも変わってくるよな。俺はベストモータリングとかさ、ああいう車載にやっぱり憧れた部分っていうのがあるんですよね。だから外だけの映像じゃなくて車内の映像も込みで後ろから撮ってるっていうゲームみたいな、そういう車載の映像っていうのがやっぱり好きやったんで、今のこの画角カメラの位置とかね、になったりしてます。で、ロールケージが入っているのでそこに取り付けるわけですけど、入ってない時代もありましたよ。で、入ってない時代は時代でそれなりにいろいろ試行錯誤しながらね撮影したりするんですけど、映像はそうやっていろいろ場所を変えたり、固定方法を変えたりってあると思うんですね。で、その時に手ブレ補正はオフだよっていうのはよく言うんですけど、取り付け方によりけり、ガッチリ固定できてるならもう絶対オフの方がいいんよ。で、手ブレ補正が効いてるからブレてないですねっていうような動画も見たりしますけど、でも車内ブレてるやんっていうね、どっちか絶対ブレるんですよ。車内がブレるか外がブレるか、俺の場合は外がブレてるというか外が動いてる感じの動画になってると思いますけど、俺はこれの方が好きやし、こっちの方がどっちかで正しいんちゃうかななんて思ったりはしてます。で、そうやって映像が撮れることが大前提ですよね、動画を撮るってことなんで。カメラもいろいろあると思いますよ。車内で撮るなら広角寄りのレンズ、もしくはこういう GoPro みたいな方が適してるのかなと思います。で、海外製のカメラでもいいやつもあるんでしょうけど、いろいろ見てるとなんかやっぱり GoPro であったりソニーのアクションカムの方が映像としていいですよね。見慣れてるっていうのもあるんでしょうけど、なんかこれ違うカメラやなっていうのだけはすぐ分かります。で、あとはマイクね。マイクはこの俺の場合は特に、雑談ドライブというか雑談動画なんで、
マイクが命的なところあったりするんですよね。特にこの車うるさいので、マイクで声を拾わなければもうほんまに何言ってるかわからん、でもなんか声入ってるなっていうドライブ動画になっちゃうわけなんですよ。だからマイクっていうのはいろいろやった。ステレオのマイクの方がなんか臨場感があっていいんじゃないかっていう風にね、最初は当初は思っていろいろやってたりしたんですけど、声入らんのやったらステレオの方がいい場合もある。でもなんとなくモノラルマイクの方が編集もしやすいし聞きやすいかなとは思います。音圧も上がるしね。で今このロードのビデオマイクロっていうのをずっと愛用してるわけなんですけど、これ本当にね、まあそのマイクの良し悪しがわからんとか、マイク入れただけでどんだけ変わるんやっていうのはまあ普通の人はなかなかイメージしにくいしわからんと思うので、そういう時はバッファローのピンマイク、これを買うともうわかると思う。あ、マイクでこんなに変わるんやって思わせてくれるぐらいあのいいマイクやし安いで、そこからマイク沼にはまっていく人が多いとは思うんですけど、やっぱり車載で喋るとなるとマイクっていうのも大事やし、喋らなくてもマイクは大事だと思う。まあ、車の音を聞かせる必要のない車種っていうのもあったり、そこを求めなかったりっていうのもあると思いますけど、俺のチャンネルの俺の動画を見てくれるっていう人は少なからずそういうカテゴリーが好きな人やし、そういうのを撮ることがしたいのかななんて思ったりするのでね、そういう車の音を聞かすっていう上でもマイクっていうのは大事かなと。その上でもこのロードのビデオマイクロは必要十分にして性能を発揮してくれるマイクかなと。でモフモフがついてるので風切り音も入りにくいし、音のバランス的なのも値段考えたら十分かなと。で結構うるさいこの車でも俺の声入るでしょ。まあ口の前にマイク置いてるんで当然なんですけど、こういうマイク選びとかね、まあそんなのは大好きで、ぜひこう車載動画をまずみんなに撮ってみてほしいなってよく思うんですよ。車載動画撮るとこの喋りながら運転して動画を回してっていうのがいかにめんどくさいかいかに難しいかって分かってもらえると思う。だからああいうジャーナリストさんとかも運転しながらよくインプレッションをしてるから、あれも真似ようと思ってもなかなか難しいよ。まあルーティーンで決まってるからもう慣れてきてスラスラスラと大体レビューするポイントっていうのは同じやとは思うんで、同じにした方が見てる方も見やすいしね、車変わるごとにレビューするポイントが変わってもまあ見にくいところはあるので、同じレビューポイントでレビューするからできるっていうのはあるけど、俺の場合は違うからね、もうほんまに雑談やから。でそうするとまあその喋りながら動画を回して、するのがなかなか難しいなっていうのも分かってもらえると思うし、実際通ってみると車の音とこの声とのバランス、これ本当にね難しいと思うよ。いろいろやったけど、その複数マイクとかもやったんですよ。もうでも設置がめんどくさいんよ。機材もう一個増やさなあかんし、車の音とでこの声と同時に複数のチャンネルで撮って、それを後で編集で合体させるときにバランスを調整していくっていう、まあ本来はそれが正しいかもしれんよ。いろんな、まあ、収録っていう言葉から考えるとね、ほんまそんな方が正しいかもしれんけど、なかなか難しいと。このロードのビデオマイクロは一本で全てが賄える、おすすめです。
皆さんもぜひ車載動画撮ってみてください。そして続けてください。何人か始めたけどなかなか続かん人もおるけど、ぜひ久しぶりにでもねやってみてください。いろんな発見、いろんなつながりができると思います。今日はそんなところで、内容薄いかもしれませんけど、また次の機会、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。